日野町事件とは、1984年12月29日に滋賀県賀門郡日野町の自営業の女性が消息を絶ち、翌年1月18日に他殺隊となって発見された強盗殺人事件、日本弁護士連合会が支援する最新事件である。詳細、1984年12月29日、酒屋の女性経営者、 当時69歳が行方不明となる1985年1月18日日野町内の宅地造成地で被害者の遺体発見死因は考殺だった1985年4月28日石原山の山中にて被害者の金庫が発見1988年3月9日より 酒屋の立ち飲み常連客であった坂原弘武当時53歳が警察の事情聴取を受け、同月11日、犯行を自白して翌日に強盗殺人罪で逮捕、だが裁判では自白を強要されたとして一点無罪を主張。1995年大津地裁で無期懲役判決、裁判長判事は中川隆。 2000年、最高裁の上告棄却で無期懲役確定。2001年、大津地裁に再審を請求するが2006年に棄却、裁判長判事は永井秀則、被告側は2006年3月30日、大阪高裁に即時抗告した。 坂原は軽装期間中に胃の手術を受け、2000年5月から一時大阪の民間病院にて入院生活を送った、広島刑務所で服役中だった2010年12月から肺炎とみられる症状が出たため刑の執行を広島地検が停止し、広島市内の一般の病院に入院した、だが翌年1月に先の症状により意識不明に陥り、 肺炎のため同年3月18日未明に死去した75歳没死亡に伴い2011年3月30日即時広告審の終了が決定した2012年3月30日遺族が玉木正美弁護士を主任弁護人とする弁護団と共に大津地裁へ第二次再審請求 同日、有罪の重要な証拠と位置づけられる金庫発見現場への引き当ての報告書について、添付されていた写真の順序がネガと入れ替えられた捏造である旨の報道がなされる。2018年7月11日、大津地裁、今井輝幸裁判長は11日。 再審開始を認める決定をした大津地裁決定は警察官の暴行や脅迫で自白した疑いがあると自白の信用性を否定した2018年7月17日検察官は大津地裁の再審開始決定に対して即時抗告を行い大阪高等裁判所第二刑事部に拝典され審理が進められていた。 2020年6月12日、第一次最新請求を大津地方裁判所刑事部総括判事として帰却した永井判事が大阪高裁第二刑事部総括判事として着任し、その後、日野町事件の即時広告審を裁判長として担当することが判明した。 これに反発した再審請求人や弁護団が変更を求めて裁判所に対して申し入れをするとともに抗議集会や裁判所周辺におけるビラ配りが行われた同月26日大阪高等裁判所から弁護団に対して事件を第2刑事部から第3刑事部へ割り替えることが通知され裁判長は交代することになった岩倉弘信から石川教授 2022年3月18日、大阪高裁による現場検証が行われた。2023年2月27日、大阪高裁は再審開始を認めた大津地裁決定を指示した。疑問、被害者が行方不明となった当日、坂原は知人宅で酒を飲み、そのまま翌朝まで寝込んでしまったというアリバイを主張するも、 取り調べの警察から、殺害を認めないと、結婚予定の娘の、嫁ぎ先をガタガタにしてやる、という脅迫をされたり、反抗するなど刑事数人がかりで殴る蹴るや、束ねた鉛筆で疲れる暴力を受けたり、殺害したことを認めたら早く出られる、と言われたりしたこと、拷問、憲法第36条で禁止、で、嘘の自白をしたと坂原は主張している。 これらの主張を裏返す物的証拠は未だに発見されていない。坂原の自白には秘密の暴露が一切ない。坂原は警察に手で被害者の首を絞めたと自供しているが、遺体は絶骨右往角部の骨折があり、右顔面にも損傷があり、鑑定では直接手で締めたのではなく、紐などを使って絞めた結果が出ている。 次々と浮かぶ疑問に対して大津地裁は逮捕に至るまで3年間が経過したことによる記憶違いであると主張するのみで坂原が犯人だという決定的な証拠が皆無であること。冤罪事件だった場合真犯人は誰なのか警察はなぜ常連客の1人というだけのアリバイがある無実の人に罪を着せたのか疑問が残る。